裏で出張ってきたんだ。案内しろ。わかった。ペイン、あなたが駆けつけるまで私が相手しておくわ。殺せるならやってしまえ。カドンペンダン。ペインとは何者だ。先生には関係のないことよ。神からの命令よ、あなたを殺す。ガマユラン。他の二人は、ナガトとヤシコはどうした。死んだという噂は嘘なんだろう。やはりの、フェイントはあいつらのうちのどちらかじゃの。あの時オロチマルの言う通りにしておけば、そう思っているのね。お前たちを殺しておけばよかったなんぞ、そんなことは思っとりゃあせん。悲しいだけじゃ。わしはお前たちに乱世を生き抜く術を教えた。間違いなくお前たちはわしの弟子だ。いかに世知辛い世の中とはいえ、挨拶もそこそこにわしに向かってくるとは、悲しすぎるのをやっとる。それが自分で考えた結論ですよ、ジライア先生。外見はだいぶ変わったが、その目、あの形状、あの波紋模様、信じられん。あの目、リンネガン。やはりお前がペインだったか、ナガト。正しい成長はしてないようだの。打ち寄せの術。断じし神の術。こっちだ先生。それがお前の口寄せか。口寄せの術。ガキにガキ野菜されるとはの。そもそもわしももはや人ではなりまい。怒りにあふれた血の涙。三人片手千人に妙木山のガマ妖怪ジライアザマコ。自分は不器用なもんで。仙人モードを使う。まさか。ではそのまさか、あの二大仙人を口寄せする。冷えおったか、厄介だの。狭い場所に誘い込むぞ。巻いた、カノン。時間は稼ぐ、限界。もう挟まれてしもうた。くっ、またバラけるぞ。
んな大丈夫かの、ガマケンさん、やっぱり自分不器用ですから。ガマケンさんが動けないんではのう、二大仙人様を呼んどる暇はないか。お手上げじゃ。しかしよくもこんだけ増えたものよ。だが妙木山の大釜にかかりゃこれくらい人のみよ。ひとまず逃げたか。逃げとりゃせん。だがとまだ爪が甘いの、後ろを取られるとはな。お前も影分身か。そう、それだけじゃない。寄せの術しか使ってこない。自分が戦うまでもないということか。ガマケンさん、もう大丈夫だ。あとはわしがやる。戻ってくれ。わかった。すまん。こんなもんにモテんようになるようで、その体は嫌がっとったんじゃろうかね。そうも言ってられなくなりましての。何せ相手がリンネガンでして。リクドウの目か。ほんまにおったんかいな、そんなんが。まあそれなら仕方もなかろう。では行きますぞ。見つけたで。早い。どうだ。おう。嫌な目じゃ。この子がこの予言の子だとはの。口寄せの術。今度は人間の口寄せか。お前は破滅をもたらすものだった。ならばここで倒すのが死の役目だろう。さてそろそろわしの出番ですの。ここからは忍術を改め戦術の後輩天外仰ぎ見る。地雷や豪傑耳のためじゃがうざいばい。ぐぅ、今回は見え切りがことごとく邪魔されるの。何を。ああ、耳元でギャンギャンうるさいのはどっちですかいの。やるな。小僧は油で父ちゃんは食わとんじゃ。はいよ。先方五右衛門。
こいつ術の全てを吸収しやがるのか。だからさっきも後ろが後ろを取ったで。先方を蹴鞠千本。このまま戦闘に入ったらこの仙人モードでもまず殺される。ここまで強いとはのう。地雷だか、一旦引け。はい。パイプの中を通って逃げていく。なんで逃げるんだな。軸道を分析して策を立てるんじゃ。それには少し時間がいる。体術ならまず勝てませんな。かといって忍術も全て吸収されてしまう。体術も忍術もダメなら現実しかなかろうがな。うん、しかしわしは現実がからっきしですからの。嫌じゃ、あたしは嫌じゃけんの。やら何ですかの。母ちゃんよ、この戦いには世界の平和がかかっとる。わがまま言っとる場合か。いやな、何をそんなに嫌がってらっしゃるので。この年になって父ちゃんとデュエットやこうできるか。こっぱずかしい。翔ちゃん、この現実は強力だが、音を出した時点でこちらの居場所を知られるのが弱点じゃ。それに音と音の組み合わせ、つまりメロディーを聞かせて幻聴にはめるけど、効果が得られるまで少し時間がかかる。相手が現実にかかる前にこちらの居場所がバレて追いつかれたら確実に負けじゃ。どうした。お二人の命が危なくなったらすぐさま肩から消えてください。ん、そうはいかん。この戦いには忍びの世の行方がかかっとる。一つ案があります。一種の賭けですがの。それではお二方。ん、うん、おなんだ。影分身か。カトン大炎弾、たったの一つ。こっちもかかったな。さらにこれで一対一。強せはさせん。お前たちの体本体は身動きできん。ジライア先生、あんたにこんな現実があったとはな。どんな奴が相手でも油断はするなと教えたはずだがの、ナガト。痛みで世界を導くより、痛みを乗り越えたお前の力でそれを成し遂げてほしかった。少しの間だが、お前だと信じていた。さようならだ。終わったの。油断はするなとあんたから教わったはずだが、ジライア先生。さてと。レイン陸道、ここに剣山。ペイン、お前は一体何者なんだ。ペイン、それは俺たち6人全員を指し示す呼び名だ。なぜ6人ものリンネガンが。神だ。ジライアちゃん、聞け。ヤヒコ、
なぜお前が長門の目を持っている。そんなことを知っても我々には勝てん。気配が消えた。胃液。螺旋丸。大丈夫か、小僧。なんとか。体がチャクラが乱される。これか。ねえ。そうだ、思い出した。こいつは長門なんかじゃない。どうした。この目の前の男、前に一度手合わせしたことがある。大釜仙人の予言に従って旅を始めたばかりの頃出会った風魔一族の男だ。頭と姉さんは今までのペインの情報とこのペインの死体を持って帰ってくだされ。そして綱手に。それは母ちゃんだけで十分じゃ。しかし晩飯までに戻りんさい。終わったらジライヤちゃんと一緒に飯を食いに帰る。やっぱりそうだ。全員わしの会ったことのある忍び。そっか、わかったぞ、ペインの正体。ジライアちゃん。遅かったな、気づくのが。ダメだ、喉を潰されたか。クソ、これでは。気が遠くなる。わしは死ぬのか、失敗なのか。忍びは生き様ではなく死に様の世界。思い返せばわしの人生は失敗ばかりだった。綱手に振られ続け、友を止めることもできず、弟子と死を守ることもできなかった。今までの失敗をチャラにするような大きな偉業を成し遂げ、立派な忍びとして死ぬ、そのはずだった。そうだった、わしはあの子に。俺ってば木陰になる。そんでもってどの木陰をも超える木陰になるんだ。なると、お前は、お前はあの小説の主人公通りだ。湊と櫛名の思い、願いをちゃんと受け取っていた。それなのにわしは。先生だからこそです。本当の忍びの才能を持つ立派な忍者で、あなたほどの忍びはいませんからね。まっすぐ、自分の言葉は曲げない。そしてどんな時も諦めない。それがお前の忍道なら、ナルトよ、わしはそのお前の師だ。弱音を吐くわけにはいかんの。なぜなら、弟子の忍道は師匠譲りと相場は決まっとる。な、そうだろう、ナルトよ、の。ダイイングメッセージ、暗号化したか。ナルト、予言の子は間違いなくお前だ。あとは全て託すぞ。万華鏡シャリンガン。